はい、どうもバンブーです。今日は、一つ実験をしたいと思います。いつも津波の対策をしてて、多分一番効率がいいのはダムです。で、次に効率がいいのは土の壁と。ただ、他のもので津波ってどれぐらい防げるのかなっていうのが気になりまして、珍しく配信スタイルでなく検証スタイルの、動画を撮っていきたいかななんて思います。何で津波対策をしていくかっていうと、まず木、そして石と、あと建物で、あとは比較用に堤防かなんかこうバン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 ってミルフィーユ状に立てて、どんなもんかなと、どれが一番津波に効くのかちょっと試していこうかなと思います。検証していくのにあたって、縦に山を作っていって隣のレーン同士が干渉しないようにして、で、このレーンの間を木で埋めたり石で埋めたり建物で埋めたり、あ、堤防を建てたりとかしていきましょう。そうだな、4等分でいいんだな。うん、これでいいね。これで木、石、建物、なんだっけミルフィーユを敷き詰めて、で、一番後ろのところに行った時に波がどれが一番低くなってるかを見れば、どれが一番津波対策として有効かどうかが分かりますね。木はどれにするか、一番でもやっぱり津波に効果ありそうな木がいいよな。葉っぱが多い方がいいかな。花の木とか。すごいうん、おー、ちっちゃい。これじゃないな、多分な。もうちょっと大きい方がいいな。この大きなレッドウッドにするか。あー、なるほど、なるほどな。あ、でも大きなレッドウッドが一番効くかな。一番効きそうだな。葉っぱのある木とかちっちゃいもんな。うん、大きなレッドウッドで試してみるか。うわ、車感がすげえなこれ。おおあ、楽しい。あ、すごい楽しいんだけどこれまあいいや、こんだけ敷き詰めればもう津波ももう無理って言いそうじゃない。こんだけ生い茂ってたら。はい、ということで第一コーナー、木こんだけ木生えてれば波も通らない説あるね。よし、第2コーナー作ろう。第2コーナー、石さんはどれがいいかな。大きい石がいいよね。こういうやつを立てていけば、あ、小さい、思ったより小さい。しかも待ってよ、こうブワーってできないぞこれ。これもしかして手動か。あ、こういうスタイルです。あ、見て、これ実質ダムなんですが、みんなこれ一番安い津波対策見っけちゃったかもしれねえ俺。いや、もう第一の壁でもうなんかすごいんですけど、これ敷き詰めるっていうよりかは、それこそミルフィーユ状にこう層をなしてこうビョンビョンビョンって作っていくのが効果的な感じがするな。第二コーナー、石これはなんだかいけそうな気がするぞ。堤防より強いんじゃないか。次が、建物ですね。建物はこれだよ。これほら、高級ホテルってさ、めちゃくちゃ波を止めそうな形してるじゃん。建物コーナーはこれだな。で、建物は道路を建てないと建てられないので、あ、縦向きになっちゃうな。ってことは道が違うんだな。道をこれよ。はい、ということで第3レーンはこれですね。建物の壁、高さ的には建物の壁の方が石の壁よりもちょっと高いんだね。その代わり道路を置かなきゃいけないから隙間が結構あるね。うーん、圧巻圧巻ちょっと道降りてみるか。やばいね、高級ホテル街すごくない。なんかホテル街っていうとまたちょっと話が変わってきそうだけど、高級ホテル街だからな。
でも人はいない感じ、近未来感あるね。まあこんな感じでしょう。で、最後のレーンはあのいつもの堤防水路セットのミルフィーユでいこう。で第4レーンはおなじみのミルフィーユセットね。これで 25.5 の津波すら、ガードできるから、まあこれはね大丈夫でしょう。ちょっとバグってるけど、まあ予想としては木が一番津波を防御できない気がする。あー失敗した。何にもない土地作っておけばよかった。何にもないのと比較できないねこれね。なんか作れねえかな、うまいこと。よし、即席で何もないレーン作りました。これで何もないよりは木の方がマシで、木よりも石の方がマシで、石よりも建物の方がマシで、やっぱりこれが一番みたいな結果になるんじゃないかなと思ってやろう。よし、ということで津波、一応25ではなく10で来てもらおうかの方が分かりやすそう。 25.5 だとさすがに大きすぎて結果が分からない可能性があるので、10で、じゃあこの辺に来てもらいましょう。ポーン、あ、来たね。多分これが津波 10.0 だな。ん？ん？なんか弱くね？まあいいか、突破してきてるから、もうこれで検証しよう。これでこれ本当に津波10か、なんか弱っちいぞ。全部返せちゃうんじゃない？これすぐ。まあいいや、とりあえずファイッさあ、まあミルフィーは多分すぐ収まると思うんだ。もう過ぎ去ってったんですが。うそ、まあ、木もなんか遅らせてる効果はありそう。石とかもう速攻だって、これめっちゃ強いよ。建物はやっぱ隙間から漏れちゃうって感じで、ミルフィーユはこの辺で止まってるから、ミルフィーユよりも石の方が強いぞこれ。マジか、これ2つでさ 10.0 防げるんだったらめちゃくちゃ効率よくない？俺今まですごいアホみたいな津波対策してたってこと？ちなみに建物はまだ水が浸透してってる。でももうなんか虫の息って感じでしょ？木はあんまり効果ないんだな。これとあんまり何もないのとそんなに変わらない。ちょっと小さく見えてるのもこの葉っぱで見えてないだけで、実際問題そんなにノーダメージって感じ。津波からしてみてノーダメージって感じだね。ちなみに建物は、あーでもここまで来てるな。ここってなんか津波の進行を遅らせてるよね。すごく建物はここだけど同じタイミングで来てる。ほら木と他のやつ、あ木と何もないやつはここまで行ってるから、ちょっと津波の進行を遅らせてる感じはあるけど、ずーっと水は流れるって感じだね。さあ突破しました津波が。森では津波が防げないっていうのが分かったのかな。これは何も変わらんって感じだね。ただただ通り抜けるだけって感じでしたね。で建物は、あこの辺で水止まったんだ。一応止まりましたって感じ。ただこの石がやばい、えげつない。ちょっと 25.5 の津波持ってこようぜ。これはこいつだけは多分勝てるかもしれん。ちょっとハンデはあるけど、俺が見つけた最強のミルフィーユよりも全然強いかもしれない。 25.5 の津波が止められたら本物だなこいつは。よし来たぞ 25.5 の津波。お前ならこれを止められるはずだ。さあ来ました。石は第何段で止められるんだろう。これちゃんと乗り越えてるもんね。乗り越えてるっていうかこうよっこいしょってしてるから、すごー。まあもう ここはもう見る必要ないよな。あこう建物もだんだん倒壊していく。やっぱこのサイズじゃなきゃ検証できないか。ウェーブすごいな。一個ずつ壊れていく。あ壊れてるから波の進行すごく遅らせてるのと、このでっかい波だとめちゃくちゃ効果ありそう。どれが一番早いんだ。いやなんなら建物が一番早いんじゃないかこれ。俺は今すごく興奮しているあすごい。 25.5 の津波になると
ビルの効果半端ない。よっぽどこいつらよりも全然効いてる感じがする。ほらもう弱っちくなったもん。これだったらね、建物壊れないし、あの来てもいい波レベルなんだよね。もうあと2段ぐらいで終わるんじゃないね。これ超えて終わるぐらい、超えないぐらい。ちょっと染みて、まあ、ちょっと隙間があるからな、ここはな。あ、でも終わった。ここ。堤防の、堤防と水路のミルフィーユよりも、全然効くわ。あ、でもな、4、5段、ハンデがあったからな。そういう意味で言うと、同じぐらいの感じ？ちょっとだけ石の方が、津波対策としては良さそう。で、一番早く小さくしたのは建物だ。へえ、すげえ。やっぱ試してみるもんだな、こういうのって。考えるだけじゃ分かんないもんね。まあでも、これはね、現実的じゃないからね、この建物をたくさん建てるのって。これ、モッド入れてないとこんなことできないし、維持費も半端ないしね。ただ、完全に吸い込むっていう意味では、石が一番強い。この、俺が最強だと思ってたミルフィーよりも強いわ。まあでも、ダムには勝てない。ダムには勝てないけど、すごく現実的でリアルな津波対策だよね、これね。結論から言うと、堤防を建てるよりも、石をいっぱい並べた方が津波対策ができるということでいいかな。で、金に糸目をつけないのであれば、建物が一番早く波を小さくすることができると言ったところでしょうか。で、森は津波を抑える効果がほぼないと言ってもいいでしょうって感じだね。あったとしても誤差レベル。津波対策のために木を建てるんだったら意味がねえっていうのが分かりました。はい、津波対策をしたければこの石いっぱい建てましょう。あの堤防とか作るの無駄です。こっちの方が全然価値のある津波対策でした。ということで以上、お疲れ様でした。